それほど超小型でもなくてサイズに余裕があるようですが、プロペラちっちゃいですね。このプロペラでこの機体を飛ばすというところがなかなかこう、でもほらプッシャー飛ばしてるからさ、うん、飛ばないわけじゃないっていうのに、おーおーおー、いや飛びますやん。あ、そんだけど、おお、ラダ聞いてない、ラダ聞いてない、長野さんです。あ、だからこれね、パズル長野さん、この間のでもトランスフォーマーは結局 U80 まで飛んだんですね。 U80 まで飛んでます。やっぱ多分入るとすごい出るんですよ。あー、オールドタイマーらしい優美なフォルムですね。石川さんが赤外線で飛ばされているのは、ああ、2年ぐらい前に一世を風靡した、3年前でしたっけこれ、レアロウィングスの赤外線改造版ですか。これ3年前でしたっけ、2年前でしたっけ。3年ぐらい前に流行ったですね。はい、小黒さんのいつもの機体です。ここからエコヘッドヘラヒグなんだな、はい、離陸はしません。そういうものが出すのかなと思った。離陸するんじゃない？あ、飛んだ離陸したじゃん、離陸できんじゃん。伏見さんの新型機で、モーターをサーボで動かしてます。お、すごいな、スマートサーボでパームクレーンのメカだっけこれ、うん、モーターユニットね、すごいです。なるほど、かっこいい、うん、飛んでるところもう一回見てて作者伏見さんですじゃあ飛ぶところを見せてもらいましょうか。飛び方じゃなかったから、重心がどういうことだというわけじゃないよね。やっぱりパワーアップだよね。と思う。今から飛びますか。じゃあ前回うまく飛んだのは6ミリモーターで飛んだんですよ。ああ、なるほど。だから離陸しないで、そんなパワーないですね。俺さっき離陸したんじゃなかったんだっけ。滑降で高いのが勝ちです。結構違うんですよ。ああ、と言ってるうちに高橋さんが来ました。高橋さんこんにちは。大阪から、今日の非公開のために来たわけではないと思うんですけども、非公開のために来ました。あ、そうですか。ご苦労様です。はい、よろしくお願いします。はい、横幅が15センチで1.8 グラムですね。 1.8 グラムで2チャンネル、横幅15センチ、はい、2チャンネル、すごいな。今までで僕が作った中では一番ちっちゃいですけど、でも小松原さんが14センチっていうのを昔作ってたと思うので、だいたいそれと同じサイズですね。減速は縦に減速してるよ。これそうですね、横型のギアボックスって配置で、あのクランクが左右に2つついているので、左右の翼の羽ばたきが均等に。モーターは何を使ってますか。モーターはこれはエアロソーラーについてた20オームのモーターですけど、余裕、パワーに余裕があるので、もしかすると J7 でも飛ぶかもしれない。なるほど、はい、という感じです。
今日初めてですか、飛ばすの。そうですね、あの昨日ちょっとラダー昨日、まあ今週作って今日初飛行です。飛ぶかどうか、はい、はい、元気で飛ばさないと。ご無沙汰です。前置もね、さっき3分ぐらい飛ばした後だから、まあ、ああ、そんなに飛ばした後なの。お、飛んでます。お、素晴らしいです。10ミリの電池、これ10ミリ、ね、すごいね。左も、あ、元気。さっきとはだいたいいい感じになりますね。お、これはもう素晴らしいです、ね、さっき使った電池で、こんなによく飛ぶ秘密はどこにあるんでしょうか。軽く作ったあるっていうんです、ね、何グラムって言ってましたっけ。電池込みで 1.8 グラムです、ね、電池込みで 1.8 グラム、軽いですね。いやすごい元気飛んでますね。しかもすでに飛ばした電池、素晴らしいですね。ギア比はどのぐらいなんですか。ギア比はですね、2段減速だから33対1くらいかな。33対1、はい、素晴らしいですね。モーターは何を使ってますか。モーターはですね、エアロソーラーに乗っている20オームのやつで。ああ、なるほど。はい、柴田さんです。柴田さんが新たに作った、FM 送信機のみですね。そうです、のみです。のみで、ジョイスティックはツバメのジョイスティックだっけ、うん、高いやつ、そう、ちっちゃいやつ、うん、それに、エルノントリムをつけたの。そうです。電池内蔵にして、すごい FM 送信機を作りました。さんがいないときは撮影に忙しいですね。いやいや、今日だからいつもは柴田さんに頼んでんだけど、今日も頼もうと思ったら高橋さんが来るから本当は高橋さんにお願いしようかったんだけど、こういうところが今日悪いなと。まあどうせ全部一発芸で一回飛ばしたら。何それ FM、 あ、そうか、その送信機で飛ばすの。そうです、1万円 FM の高い送信機。やっぱりアンテナがおかしい。そう、切れるの電波が。うん、不思議だよね、赤外線じゃないのに電波が切れる。なるほど。これどれぐらい巻いていいか分かんないんだと思って。いいよ、結構飛ぶで。こんな、うん、巻きてんかな、こんなもんでやってみようか。お、飛ぶじゃないですか。飛びますね。飛びますね。発光もしますね。紙だと切れちゃうんだよね。そうですね。で、あのこれのオリジナルのやつってもっと山口さんがバルサキを飛ばします。ダンプがついてますね。市川隊さんの、フリーフライト、あ、フライトタイマー搭載機です。このマイクログライダーはどうやって操縦しているかというと、快調に飛んでますね。快調に飛んでますが、どうやって操縦しているかというと、はい、FM のラジコン送信機です。非常に小さいです。ワンスティックの小さい FM 送信機を使っています。従来のものにさらに小型化した、2チャンネル専用の基板を今開発中とのことです。楽しみです。で、飛んでいる機体ですが、マイクログライダーに、最近発売になった軽量の FM 受信機を搭載しています。続いて、その田中さんが操縦しているのは中国製のオールドタイマー機に超軽量 FM 受信機 1.8 グラムを搭載した作品です。